寺島優斗、バルーンパート2年鈴木梨央です。よろしくお願いします。ただいま演奏しました曲はシングシングシングでした。
ソロを担当したのはサックスパート3年中込志乃、同じくサックスパート3年荻原真央、クラリネットパート3年小沢彩音、フリットパート3年雨宮野中でした。この曲は今から約90年前の1936年にアメリカのジャズミュージシャンルイ・プリマによって作詞作曲されました。今回私たちが演奏したのは吹奏楽用にアレンジされたものですが、やはりこの曲はクラシックやポップスと違ったジャズならではのかっこよさが魅力ですよね。そうですよね。この曲は演奏しても楽しくて大好きです。さて続いて演奏する曲はダンスホールです。この曲はミセスグリーンアップルさんの楽曲で、華やかでポップなダンスナンバーとなっています。また応援ソングとして多くの人にエールを送っている曲です。私たちの演奏が誰かのエールになれるよう精一杯演奏します。それではお聴きください。それではどうぞ。皆さんこんにちは。3年学生指揮者の木下奈々美です。私たち3学年は17人で毎日明るく元気に活動をしています。今回演奏する曲はディーク・エリントン楽団を代表とするジャズ・スタンダードで A 列車で行こうです。この曲は1941年にビリー・ストレイホンにより作曲されました。ビリー・ストレイホンはディーク・エリントン楽団のピアニストです。大ヒットした A 列車で行こうは楽団のテーマ曲として広く知られるようになりました。 A 列車はニューヨークの地下鉄のことです。この曲のタイトルと歌詞にはジャズを楽しめるハーレムに行くなら早く行ける A 列車にお乗りくださいという意味が込められています。
スタンダードナンバーの中でも特に有名な曲の一つなので一度は耳にしたことがあるかと思います。ぜひ楽しんでお聴きください。
いもので残すところあと1曲となりました。最後にお送りいたします曲は宝島です。吹奏楽といったら宝島ですよね。そうですよね。吹奏楽らしい明るく華やかなサウンドとリズミックなメロディーに注目してお聴きください。ソロを担当するのはサックスパート2名北島とは同じくサックスパート中組志野、同じくサックスパート3年荻原真央、拙い司会でしたが最後までお聞きくださりありがとうございました。
コール。高等学校、吹奏楽部の皆様、とても圧巻な演奏をありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。以上をもちましてオープニングイベントは結びのお時間となりました。山梨駅は今日ここに120年を迎えることができました。これもひとえに普段から山梨駅をご利用いただいている皆様のご愛顧とともに、皆様の支えがあってこそであると思っております。改めてお言葉をお借りいたしまして御礼申し上げます。